What's up guys? 皆さん、こんにちは。英語勉強中の大川祐介です。先日、海外の動画クリエイターと繋がったんだけれども、英語が喋れないからゆえに、繋がりが浅かった大川です。今日はですね、皆さんに、この僕がね、今まで Vlog とかシネマティックとかいろんな表現をしてきた中で最もおすすめする、まあ、著作権フリーの、まあ、BGM をねご紹介したいと思っております。でただねご紹介するだけじゃなくて、過去にね僕が使ってきた動画を見て、であとは各サイトにどんな特徴があって、で本当にどういうコンセプトだったらこの BGM サイトが選びやすいかみたいなものの完全版をねお伝えしようと思っていますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思っております。はい、一発目、皆さん何の音楽だか分かりますか？正直ね、今回ご紹介する BGM の中で最も思い入れの強い BGM です。どうぞ。太陽はある。これ聞くだけちょっとね泣きそうになるんですよね、正直。これ僕が映像クリエイターとして仕事につなげる前、まあ、仕事につながった時ぐらいにハワイに初めて連れてってもらった時に作った Vlog なんですよ。でやっぱねこの BGM 聞くとなんかそのハワイのことも思い出すし、なんかその友達とこうやって思い出を残しているってこの状態が何よりも幸せだなと。楽しそうじゃないですか。そうなんですよ、このね音楽のこのなんだろう感動的なサウンドと、あとこの友達とね楽しんでる、あとハワイっていうロケーションね、総合的に僕はすごく思い入れがあるんですけれども、まずですね、あのこの音楽としての魅力もかなり強いですよね。でこのね著作権フリーサイトって何かっていうとアートリストなんですよね。でアートリストね、僕が多分映像を始めた時の時一番最初にレビューしたものだったりとか、一番最初からずっと使ってる著作権フリーサイトなんですけれども、正直言いますですね、これやっぱり僕の YouTube は本音で話さなきゃいけないなと思っていて、今回3つのサイトをご紹介するんですけれども、アートリストが一番ちょっと株は低いかなっていうところが正直な印象です。もちろんね今ご紹介したアーティストさん、ミシェル FK っていう有名なアーティストさん、まあ、アートリストで僕は初期から使ってるアーティストさんなんですけれども、本当に素晴らしいアーティストさんはいるんだが、まあ、各ジャンルはねあるんだけれども、自分が求めている音楽を探すっていうことが結構難しいし、サイト全体の BGM のクオリティが、まあ、僕が求めている表現としてはちょっと低いのかなと思います。まあ、CM とかねそういうなんか音楽の主張弱めの BGM としてはすごく成立するんじゃないかと思うんだけれども、僕の Vlog とか、まあ、シネマティックとか、ね、ちょっと曲の主張強めなものに関してはちょっとアートリスト向かないのかなっていう印象は個人的にはあります。ただですね、こういう素敵なアーティストさんもいるので、アートリストで曲を探すんじゃなくて素敵なアーティストを見つけるっていう観点で探してみてください。それが僕がねおすすめするアートリストの使い方かなっていうふうには思っております。次いきます。 3,2,1 まずね、ワーケーションといえば瞑想でしょう。はい、それでは早速ブレイクファーストを作っていこうと思うんですけれども、僕がね皆さんに召し上がりしたいと思います。ちょっとね今日は何を作るかっていうと、僕結構ね料理できるんですよ。はいはい、ブリティッシュブレイクファーストですね。これはですねもう皆さん見たかと思うんですけれども、先日僕の YouTube で公開したワーケーション Vlog という名のネットフリックス旅をしてきたんですけれども、実はですねこれ前日僕がリリースしたザ・ Vlog っていう Vlog のオンラインクラス、全てのノウハウが詰まった教材を出させていただいたんですけれども、そこでね、BGM とかの選曲に関しては解説してるんですよね。なんですけれどもちょい見せということでお伝えしようと思うんですが、今回のこのワーケーションブルーって環境がすごく美しかったので非現実的なBGM を追加したかったんですよね。でもう自分の中でテーマ決まってるじゃないですか、非現実的なものを作るっていう。でそれで曲を見つけるときってのは一番おすすめしたいのはエピデミックサウンド、
エピデミックサウンドは正直自分の中で新しいジャンルとかカテゴリーを探したいっていう方が一番使うべき著作権フリーサイトだと思ってます。これね、要因としては、まずはね、エピデミックサウンドが AI で自分のチャンネルに合わせて、パーソナライズをしてくれるんですね。で、あなたのチャンネルにはこの5曲がおすすめですみたいなものが随時サイトのトップに表示されてくるので、新規性はすごくありますよね。プラスアルファ、じゃあこの曲いいなと思った時に、その曲の、関連近いような、曲を、まあ、いくつか出してくれるんですよね。で、それって自分がこれいいなと思ったものから近いもの、もう一押しだなっていうものをバーって出してくれるんで、まあ本当に自分が新しく、まあ、テーマを探したいとか、こういった BGM を探したいっていう、まあ新規で見つけるときには、このエピデミックサウンドに勝るものはないかなっていうふうには、個人的には思っております。ですし、一つ一つの音源の質が、まあ、かなり高いです。アートリストよりも正直高い印象があるので、エピデミックサウンドは僕の YouTube 全体的に見ると、多分最も使ってる頻度は多いのかなっていうふうに印象を受けます。もちろんこのね Vlog もそうですし、チュートリアルの BGM もそうですし、 Vlog とかでは一番使ってるんじゃないかな。種類が豊富だし見つけやすいしね。ということで、まあそんな感じのエピデミックサウンドおすすめしたいと思います。次ですね、3、2、1。懐かしい。いやー、もう海外行きたすぎますね、これはもう。はい、そんな感じですね。この BGM はですね、まあでも2、3年前かな。今ね、ワンスパーソナル動画スクールの事業責任者である松本しおんくんと2人で撮影ロケですね。これが原点なんですけれども、まあその時の Vlog ですよね。で、この音楽はですね、どの著作権サイトで使用したかっていうと、ミュージックベッド。ミュージックベッドはもう一言、音楽のクオリティが圧倒的、他のサイトよりも圧倒的だと思っております。で、先日ね、僕が公開した DJI FPV とかソニーの FX3 とか、もうシネマティックで作品として表現したいっていう時に一番使う著作権フリーサイトがミュージックベッドとなっております。まあ曲の主張がまあ強いし、なんでだろうな、クオリティが高いんですよ。プロの音楽と同等ぐらいのまあクオリティだと個人的には思っているので、まあシネマティックの作品としての BGM を見つけたいっていう時はもうこのミュージックベッド一択かなと思ってます。まあエピデミックサウンドとか、まあ、アートリストのように音楽を見つけるっていう観点ではちょっと難易度は高いかなっていうふうに思うんですけれども、まあそれでもいいアーティストを見つけて、そのアーティストの関連だったりとか、そのアーティストが作った、まあ、違う曲を見つけてみると、まあすごくいい作品に結びつきます。結論、この3つの著作権フリーサイトでどれがいいんだよ、オーカはっていうね、思った方多分いると思うんですけれども、結論から言いますと、このね、ミュージックベッド、エピデミックサウンド、アートリスト、選べません。はい。選ぶことはできませんっていうのが僕の結論ですね。まあ、強いて言うんだったら、エピデミックサウンドとミュージックベッド。この2つですかね。シネマティックを選ぶときっていうのはやっぱミュージックベッド探すし、エピデミックサウンドで Vlog とか、いろんなね、様々な曲を見つけるときがあるんですけれども、やっぱりどれか一つに絞るっていうよりかは、やっぱり用途によって使い分けてるっていう、まあ、かなりね、ちょっとリッチな、選択肢になってしまうんですけれども、まあ、本当にね、各、プラットフォーム、それぞれやっぱいいところがありますし、僕のね、スタイル、一番ね、動画を大量に出している、まあ、僕だからこそ、まあ、すべて使っているわけでして、まあ、皆さんはね、作品だけ作りたいという方はミュージックベッドだと思うし、いろんな曲のね、バリエーション、そして見つけやすさって言ったら、エピデミックサウンドだと思いますし、まあ、ぜひね、皆さんの表現に合わせた著作権フリーサイトというものを選んでいただけたらと思っております。はい、今ね、ザ・ Vlog、まあ、Vlog のオンラインクラスだったりとか、シネマティック、そしてザ・ファーストステップ超基礎など、盛りだくさんでオンラインクラスリリースしていますので、ぜひそちら見ていただけたらと思っております。はい、まあ5月はね、すごくビッグニュースというかリリースが待っていますので、皆さんお楽しみに。